兵庫県道21号神戸赤市線は、兵庫県神戸市中央区から、赤市市を結ぶ県道である。一部区間では、国道28号と重複している。起点から長田交差点までは、国道2号の旧道である。なお、国道2号の経路は、昭和37年11月19日付建設省、国時代2908号において、現在の経路に変更され、 変更前の国道2号の経路は、三宮東交差点を精神し、県道21号神戸赤石線から国道28号を経て、現国道2号の東知り池交差点へと至るルートである。長田交差点から阪神高速3号神戸線との交差までは西国街道である。元町駅付近から西元町駅付近までの区間は西向きの一方通行である。 当該区間を東側に通行する場合は、JR 神戸線を挟んで北側に並行する、神戸市道を利用する。阪神高速3号神戸線高架付近から、月見山ランプを経て、第二神明道路三オ谷インターチェンジまでの区間は、阪神高速3号神戸線、第二神明道路と、並行している。第二神明道路三オダインターチェンジから、大倉谷インターチェンジまでは、 国道2号、第二新名道路との重複区間である。秒谷インター交差点から、垂水区の多門町大門交差点を抜けて、井川谷町漆山までの道路は市道であるが、混同されやすい。なお、さきの市道のうち、秒谷町交差点から、ゴルフ場付近までの郊外道路も、地元では通称、七曲り区間と呼んでいる。境愛道路の区間もあるため通勤時間帯や、 週末などは常に渋滞気味である。つまり旧付近異性の区間を地元ではもっぱら、旧新名と呼んでいる。神戸市中央区雲井通り八丁目本堂の標識神戸市西区持地区二丁目神戸市西区、い川谷町二丁ありせ。ありがとうございます。